さあ、コーナー行きましょう。にわかは語る、誰に気兼ねすることなく自由に語り合ってください。テーマはフリーでやっております。はい、ラジオにネタ切りこぼし。夏の甲子園で選手のプレーに注目しているやつはにわかどころかただのもぐりかといって、監督や審判に注目するやつは見当違いのアホ。俺のような甲子園サーが注目してんのは球児の坊主具合ね。球児が実力を発揮するには完璧な坊主に仕上げてないとダメ。ハゲすぎてもダメだし、伸びすぎてもダメ。理想は 0.3 ミリから 0.5 ミリ。この間をキープしてる球児は本物よ。ちなみに、眉毛とチンゲ剃ってる球児は論外だから。まあ、高校球児語りたいんなら、予選の試合見て得意げになる前に、球児のバリカン事情を勉強してから出直してこい。甲子園さん名乗れんのはそれからよ。何甲子園さん。わかんないね。すんごい。ラジオにラッパーザキバチョフ。しょうがない。最強のアイドル、みんなに教えてあげますか。AKB だ、乃木坂だ、ももクロだ、アイドルやっぱいるけど、一番すごいアイドルは、E ガールズ以外ありえないんだよね。E ガールズのあの踊りと歌唱力は日本人にはないレベル。俺は E ガールズを毎日追い続けているほどのファンだけど、そうじゃない素人さんから見てもすごいのは一目瞭然だね。特にすごいのはあの金髪の子。知らねえんじゃなお前。バカっぽく見えるけどなんか踊ってる。名前知らねえんじゃん。他の名前の知らない子たちもみんな知らねえんじゃねえかよ。踊って歌ってる。正直誰一人名前わかんねえし、一曲も知らねえけど。何にも知らねえじゃん。いいガールズ最高だ。いい加減にしろよ。エンジン。ああ、面白い。あんなやついるよね。でもね、いや俺見たことないけどさ。うるせえんだ、見てから来いよっていう。ラジオネームゲス沢。今日はプチについて語っちゃうね。ちょっと待って、ブチだな。ブチ、今日はブチについて語っちゃうね。最近ブチが FNS 音楽祭で変な歌い方したから、ファン離れした人も少なくないとは思う。少なくないとは思う。でもそれがブチであり、ブチと呼ばれるゆえん。ブチって言わない、ブチ言わないと思うんだよな、ブチってな。違和感でも言わないだろう。ブチの歌はそれ分かんなかった。全然人の心を揺さぶる。なぜならブチは言わないよ。自分の魂を、命を削りながらそれを歌声に乗せてぶつけてくる。それは誰にでもできることじゃなくて、ブチみたいな。ブチって言わないって。熱い気持ちを持ってないと絶対にできない。それと子供の頃ブチ。今日月座にハマっちゃうな。ブチのあだ名がレオンだったってウィキペディアに書いてあったんだけど、これについては俺も全くわからない。犬の名前だって。それはレオンは犬の名前だよ。レオン犬なの。犬の名前、愛犬の名前なんです。そうです。ブチのブチじゃない、ブチなんて言わないんですよ。強しとかみんなそう。ダメだ、ちょっとエンジン上げとこ。淵なんてそこ取らないよ。長淵は下の名前で強しって言う。強しか。っていう人は。淵、いや、それ言わないですよ。だから私の行為はいつも巡り巡ってた、うん、潮の時に、うん、強しって言うんですよ。淵、うん、淵なんて言わないですよ、ね。新人。淵言わないです。強しですから。淵強しですから。みんな、ブチって言わないよ。ほのろいや、続けなくていいんだよ。続けなくていいんですよ。言わないんだから。ブチって言われたら、あ、なんて言ったそんな怖いことすんの。いや、だってそんな言わない。そんなものの、一つや、二つ。ブチえ、何何ブチなんつった今。誰もがそこそこに。つなげない、つなげない。行かない、行けないですもん、その後に。行けない、行けない。ラジオネーム。ムー大陸。干物。これを聞いてみんな何思う？俺が思うのはね、魚に塩をつけてカンカンに干したやつ。これに尽きるね。違うだろう。干物の魅力はいっぱいあるけど、他の食べ物と絶対的に違うのは、
何度でも干して食べられるっていうことだと思うんだよね。ダメだよそんなことしたら。干物を食べて飲み込んでるやつはにわか。飲み込んじゃったらそこでジエンド。干物は食べるものじゃなくてしがむものだから。奥歯でしがんで味と弾力がなくなってきたら塩つけてもう一回干す。これめっちゃ経済的。これ繰り返せば無限に食えるからみんなも騙されたと思ってやってみて。安田さんの靴じゃないんだからさ。いや何に例えてんだ。やらないし靴なんか。これぐらいにして。